もう、この年代はおすすめが多すぎる。はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、コロムシでございます。当チャンネルはポケカ高騰に関わる配信をしております。ご興味ある方はチャンネル登録、グッドボタンをぜひよろしくお願いいたします。いやー、変幻の仮面すごいことになりましたね。ドラパルトはえらい価格になってまいりました。現在環境トップになりましたので、まだまだ上がるでしょうね。ドロンチも優秀、シャリタツも優秀、今後もね、目が離せない展開となってまいりました。ちなみにルチャブルのフライングエントリーってあるじゃないですか。あれもしかしたら少し上がるかもしれませんね。ベンチ2体にダメ感を乗せるんですけど、ドラパルトのファントムダイブ、バトルバニに100とベンチに60なんですけど、これがフライングエントリーで、10プラスなんで70にできるとなるとですね、仲良しポフィン圏内は全部倒せることになるんですよ。例えばね、人影とかね。まあまあまあ、ちょっと長くなりそうなんでやめてきましょう。引き続き環境と、価格動向の様子を今後も見ていきたいなと思っております。さて、本日も貴重となるかもしれないおすすめカードをコロムシの観点から、紹介させていただきます。本題のカードを紹介する前にですね、一点ちょっと気になることがありましたので、念のためお伝えさせていただきます。来たる、5月17日に発売を控えておりますリザードンとパオジアンのバトルマスターデッキというのが出てきますよね。こちらリザードンデッキにはスターバースアルセウスや働く前歯のビーダル、輝くリザードンなど、まあそのまましっかり強いデッキが収録されているっていうのが最大の売りですよね。同じくパオジアンもスターポータルのオリジンパルキアに極帝王のセグレイブ、輝く月光河なども組まれております。そしてね、どちらにもナンジャモとかね、ネストボールなど入っておりまして、汎用カードもバッチリといった感じかなと思われます。販売価格は税込みで3000円でございます。コロムシですね、このバトルマスターデッキの広告というんでしょうかね、まあそれをちょっと見た時にパッと思いついたのがありましてですね、あれです、あれじゃわかんねえっつうんで、こちらです。これをね、思い出したんですよ。ゲンガーとインテリオのハイクラスデッキでございます。そう、こいつがね、ちらつくんですよね。発売日、2021年5月28日ということでですね、ほぼぴったり3年前なんです。要はね、同じタイミングで発売されたってことなんですね、年間で言うと。価格は税込みで2700円でした。この価格帯もよく似てますね。さらに、タイプを見てください。リザードンは悪タイプ、パオジャンは水タイプです。ここも同じなんですよね。ゲンガーは悪、インテリオ水ですからね。まあ、いろいろ似通ってんなーって思っておるんですけど、さて皆さん、勘のいい方なら、コロムシが何が言いたいかお気づきだと思います。このリザードンパオジアンのバトルマスターデッキとゲンガーインテリオンのハイクラスデッキ、同じようなコンセプトで作られたものだとしたら、これは大変ですよ。はい。なぜなら、ゲンガーインテリオンのハイクラスデッキには何がありましたっけ。そうなんですよ、ごく稀に VMAX のスペシャルアートが潜んでましたよね。コロムシも何度か配信で言っております。ゲンガー4個目でね、SA 自引きしましたってね、言ってると思うんですけど、もし同じようなコンセプトでの発売なら、SA が潜んでいる可能性が出てくる。まあ、コロムシはそう思ってしまっているんです。たまたまなのかもしれませんが、わかりませんよ、もちろん。でも、似通る部分が多かったので、まあ、どうしても拭えなくて、紹介しちゃったっていう感じですかね。ちなみに、リザードンとパオジアンのスペシャルアート、要は SAR ってやつですよね。スカバイでも何種類か収録されております。パオジアンは、スノーハザードの1回だけかな。トリチャさん見てみますと、現在7200円のようですね。この SAR、大変デザインも素晴らしいですよね。そして、リザードンはもう何度も登場しておりまして、まず151に収録されてましたよね。現在13000です。ああ、そうだ。151といえば、これもしね、この YouTube でも TikTok でもお伝えしておりますが、絶対保管ですからね、あれ。ボックスの型も、カードの型も、もうすでにね、ピカチュウのマスターボールミラーなんかは、再販下落なんでとっくに止まりまして、高騰しだしましたよ。お気をつけくださいね。はい、話がそれました。リザードン2回目はですね、国営の支配者に収録されました。現在21000円。そして、シャイニートレジャーで3回目が収録されましたね。現在15000円でございます。特にリザードンはこれだけ出てますから、まあ4回目、まあ考えにくいとは思うんですけどね。
ただ他でもないリザードンですからね、可能性はないともちょっと言い切れないんですよね。原画インテリアの時も事前にスペシャルアート入ってるよみたいなね告知は一切ありませんでした。発売されてから X などで、え、なんかあのデザインが違うカードが後ろから出てきたんだけどみたいなところから広がりましたからね。ちなみにインテリアのスペシャルアートは現在4600円、まあこれはそんなに高くないですね。原画のスペシャルアートに関しては36800円を最後に在庫切れとなっております。年間最高額は7万円までいきましたからね。リザードンパオジアンデッキに SAR が潜んでいるかどうか、これはまあわからないんですけども、潜んでいることが万が一あるようなら、これはなかなか面白いですよ。なぜかと言いますと、数が圧倒的に少ないのが予想できるからなんです。販売量の話じゃありません。例えばスタートデッキ100みたいにねポンポン購入できる金額ならまだいいんですが、3000円するデッキでしかも排出されるのは稀なんですよ。なかなか当てることができないカードですから、それを目的とした購入は大変少ないことが予想されます。プレイヤーさん、もしくはこれからプレイヤーとなる方の購入がほとんどでしょうと考えると、販売が終了し分母が増えることのない時期に入りましたら、他のカードと比べて圧倒的に数は少なく、市場に流れる枚数はもう相当少ないでしょうね。それがリザードンの SAR だったら大変だと思いませんか？だから面白いんです。あ、いつも言ってます、勝手な見解ですからね。まあ、こんなことあったら面白いのになっていう紹介でございます。くれぐれも SAR が潜んでるらしいよ、いっぱい買おうみたいなねことにはならないようご理解のほどよろしくお願いいたします。はい、それではですね、本題に入りましょう。前置きで尺取っちゃいましたね、すいません。早速ね、カード紹介でございます。こちらゾロワーク GX の SR でございます。こちらももうすぐ丸7年になるカードですね。2017年7月15日発売、光る伝説に収録されておりました。いいですよね、この頃の SR。 前の配信でもちょっとちらっと言いましたけども、やっぱりちょっとクラシカルに見えてきますよね。ではトリチャさん覗いてみましょう。はい、4480円。マジっすか、これいいっすね。欲しいっすよね、これ。この程度の価格でね、今推移してるんですね。備品も少なく、価格のばらつきがあるみたいです。しかし、ほんと不思議ですよね。この数が少ないのに、この価格。舐められてんのかな？舐められてるっていうのも違いますけどね。いつも思うんですよね。日本のポケカで、レトロなカードを探している海外勢の方がいるようなんですよ。もちろん、まずはね、我ら、所有したいという思いもありますし、と同時に、この価格でいいのだろうか、と思ってしまう部分もあります。常に狙われていると思った方がいいんですけどね。年間最高額は6480円、こんなもんなんですね。とにかくですね、値段はさておき、この SR 備品探しは急務でございますが、やはりですね、ちょっとこちらも見ておかないとなんですよね。同じくゾロワークの HR でございますね。早速トレチャさんで現在を確認してみますと、現在 14,800円と、やはり SR より高額でございます。いい価格をつけておりますね。こちらも駿河屋さんにしか在庫がないようです。これも手に入れるのはね、簡単ではなさそうですね。年間最高額は 22,800円でございます。 SR の約4倍前後を推移しているのが HR のようですね。まあ、やっぱりハイパーレア伸びてきてますよね。それからこちらも見ておきましょうか。色違いの SSR でございます。光る伝説発売から1年と3ヶ月後のハイクラス GX ウルトラシャイニーに収録されていたカードなんですが、マジっすか、これ3200円ですって。在庫を持ってるショップさんも複数存在しますので、こうやって見ていくと、やはり2017年備品カードが今は入手するのが特に難しいっていうのが、まあ、分かる差ですよね。このように3種同じデザインのカードって結構ありますよね。今見ていただいたの全部3種同じデザインだと思うんですけど、この SSR じゃなくて UR で3種類っていうのもたくさんあります。せっかくですからね、3種集めたいところですが、おそらく、まあ、今回のゾロワークも、備品を探すのはかなり難しいかもしれません。ということで、本日おすすめしたいのはこちらでございます。月光ガン&ゾロワーク GX でございます。5年と3ヶ月が経ちました。2019年1月11日発売、ナイトユニゾン収録の月光ゾロでございます。まずね、スペシャルアートの現状をご覧ください。9100円ということですね。タッグの SA もこの程度の価格になっているカード結構あるんですね。もちろん人気によって価格の差はございます。しかし今回注目しているのは、いつも言ってます、数です。今は
需要より供給が上回っておりますので、パックも購入できるようになりました。ですが、その供給量が違った当時のカードを今のユーザー数が注目し出すと、あっという間に市場から姿を消してしまいます。その可能性がないとは言えません。ですから、この年代カードも、この2019年とかのねあたりのカードももう視野に入れておく必要がある、そう考えているわけです。 SA も入手しやすい価格ではありますが、SR と HR もちょっと同時に見ていきましょう。こちら SR はですね1400円、HR は2100円なんですね。非常にいい価格です。 SR より HR が高くなってきたちょうどのタイミングなのかもしれませんね。大変手に入れやすいですね、この価格帯でいてくれると。さて、コロムシはですね、先ほど申し上げた数の観点から貴重もしくは希少となり、価格が変動すると予想しております。人気ないからこの価格なんでしょ、上がるわけないじゃん、まあそう考える方もおそらくいらっしゃると思いますので、まあその場合はね、コロムシのたわごとですから無視で結構です。お決めになるのは結局は皆さんですからね。しかし、もし確かにその可能性があるかもなんて思っていただけるようでしたら、今はチャンスです。まだ下落シーズンですからね。今のうちに気になるカードはどんどん収集されることを。そして今回はゾロワークとゲコゾロをお勧めしたく紹介をさせていただきました。はい、今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ここ最近はカード人気より数による変動が気になっているコロムシでございます。もしね、同様に気になる方がいらっしゃるようでしたら、引き続きコロチャンネルをどうぞよろしくお願いいたしますが、あくまで勝手な見解、正解を伝える配信でないことをお忘れなく。本日はここまで、また次の配信でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。